はい、前振りです。今日が19節前半ラストですね。はい、アウェー戦です。来ちゃった。今季2回目ですね。ゴールデンウィークの藤枝とここ、はい、っていう感じで、なかなか昨年と違ってこうアウェーに行けないなというところが続いてますが、19節最後ダービーで前半ラストっていう形になりますけどね。まあ、お互い19位と20位っていうことで、まあ、厳しい位置、にはいるわけですけれども、もうなんとか勝って、もう相手がどことかね、あんまり、まあ、もちろんダービーだとか、順位的なものとか勝ちたいなっていうのはもちろんもちろんだけど、もう目の前の一試合一試合を全て勝っていくしか道はないと思うので、一戦一戦必勝で目の前の戦いにね勝利を収めるっていうことを、まあ、僕たちも頑張ってちょっと後押し応援していきたいと思います。またスタジアムの中とか試合後に話したいと思いますけれども、皆さんよろしくお願いします。風がちょっと強いですね。はい、よろしくお願いします。はい、ということで先ほど試合が終わりまして、今ね歩いてきてちょっと遠くまで、まあ、駐車場をこの後ね着いて、そこから群馬に帰るような形になりますけれども、第19節、はい、になります。栃木戦終わりまして1対1のドローという形になりました。もちろん勝たないといけなかったし、そういう意味ではまあ、ダービーっていうこともあって、で栃木の皆さんも勝利がいらないっていうね、ところもありつつ、我々も、目の前の一戦ね、ここ勝ってで、この後の後半戦の巻き返しっていうところに、持っていかなきゃいけなかったのはあるんですけど、で PK でね先制できました。で高澤か、あの前節 PK 外しちゃったんですけど、今日の PK しっかりね決めてくれて、でこれでやっぱり吹っ切れる部分あるんじゃないかなというふうに思いますので、なんとかこれでねまた高澤がどんどん点数取ってくれれば、もうそれが一番いいかなというふうに思いますし、勢いはね前半その終了間際の PK からっていうところがあったんですけど、ハーフタイムで一回そのまあリセットされた後、すぐ後に相手に PK 取られて、でそれを大島幸喜に決められて、で1対1で、まあその時点ではね正直振り出しに戻っただけだったんですけど、やっぱりあの赤が今日はちょっと決めちゃったかなという感じです。本当にもったいない、挑発に乗ってしまったところは猛省すべきだと思いますし、もうそれが一番かなという、そういう私は感想です。で、まあね、ただその後10人でしっかり守りきれたところで、あとは人差しできればっていうところ、ね、10人でも点は取れないわけではないので、10人で人差しできるような雰囲気っていうのもあったかなっていうふうには思うんですけど、そこまではね、2回ぐらい僕声出たのありましたかね、スタジアムで。わー外れたみたいなのが2回ぐらいあった気がするんですけど。まあでもこれでね、前半戦が終了っていう形になりまして、次からは、まあ後半ターム、二回し目に入りますね。で、あと19試合。まあもちろん最下位っていうところだったりとか、でもここ3戦ね、勝ち点1ずつ詰めてはいるので、そこをやっぱりポジティブに捉えて、で、巻き返せないわけではないです。試合は19試合残ってます。で、我々が諦めたら、もうそれで、それこそね、シーズン終了してしまうと思うので、絶対に諦めないことが大事だと思うし、とにかく次の山口戦に向けて、で、天皇杯もありますね。6月12日、山口戦ですね。で、6月16日、リーグ戦の山口戦ですね。山口の2連戦になりますので、両方ともショースタなので、ぜひ、足をお運びいただければなと思います。お、そこは車道だから危ないよ。出る？ちょっとだけ。ちょっとだけ出ようよ。ちょっとだけ。お疲れ、お疲れ。お疲れ。兄貴、お疲れ様です。お疲れ様でした。大畑のコーラの浜ちゃんです。頑張ってます。頑張ってるね。いや、惜しかったっすね。惜しかったね。めちゃめちゃ惜しかったですね。でもね、まあ、よく守ったし。可能性しかない。そう。チャンスもさ、人差しできるチャンスもあったじゃん。ありましたね。ね。まあ、次の戦いがまた待ってますからね。うまいもん食べてもらってもらね。これでまあ、半分は終わったけれども、まだ半分ね、
ありますよ。まだ残ってますから、もったいないっすよ。頑張りましょう。ね。ぜひ、よろしくお願いします。ぜひぜひ、よろしくお願いします。いつも、シャドウあの、ね、同い年で、大旗をずっと振ってくれてるので。この撮り方だと横に広いから。お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ、ということでね、我々も帰りたいと思いますが、ぜひぜひね、また、後半も出ます？出ない。出ない。出ないって言われたけど。はい。また山口戦で頑張っていきましょう。よろしくお願いします。スタジアム DJ 佐山祐介でした。じゃあ、これから群馬の方に帰ります。